皆さん、こんにちは。七次郎の草株投資ブログを書いている不思議です。今回の動画は、指数上昇、相場トレンド転換というタイトルで始めていきます。目次です。1、昨日の相場概要について。2、個別銘柄チャートについて。3、不思議の投資戦略について、この順番で進めていきます。まずはいつも通り、昨日の相場概要から見ていきましょう。1、ダウはプラスの0.62%。 ナスダックはプラスの0.12% s &p500 はプラスの0.5。2%ラッセルの1000はプラスの2.2。9%とえ全ての指数がですね。上昇となりました。ここには書いてないんですけども、ナスダック100の方だけ少しマイナスだったんですけども、も代表的指数が全てプラスでだんだん上がる形で終わった行ったところなので、これについては非常にいい終わり方かなと思います。 すでにリカバリー銘柄上昇、ハイテク銘柄も大幅な下落回避ということで、昨日のよりはです、ね、結構マイナスになっていまして、特にです、ね、ハイテク銘柄とかは大きなマイナスあったんですけども、最終的にだんだんリカバリー銘柄中心に上がっていきまして、えーまあ、大体の大型ハイテクとかはプラスマイナスゼロぐらいのところで落ち着いたかなと思います。 でリカバリーのですね、えマイナス3%とかだったところから、マイナスプラスの5%ぐらいまで行ったりしたので、こ、まあ、このところですね、非常に需要が上がってきたのかなというふうに感じています。まあ、今後どうなるか分からないんですけども、今日のところは需要回復ということで、個人的には楽観的でいいんじゃないかなと思っていますで。3つ目、パウエル議長、ネガティブな発言、失言ということで、えー、昨日の寄りの前にですね、パウエル議長が、 ワクチンが思ったよりも接種されているので、景気の見通し、明るいので、FRP もです、ね、あの今のような状態を維持しなくてもいいんじゃないかということをです、ね、発言してしまったということで、先週の FOMC から議会の発言、水曜日まで,です、ね、一貫した発言をしていたのに、急にここに来て違う発言をしているということで、失、ま、言、あ、なんじゃないかなと思いながら、株式市場にとってはあまり良くない。 発言だと思いますので、先ほど下落で最初、よりがマイナスから始まった状態になってました。でまあ、ロンドン終わったあたりぐらいからですね、日本時間でいうと0時半ぐらいからは、だん,だん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 上がっていく状態が続いていたので、まあ、そこの発言がどれだけ影響したかわからないんですけども、まあ明日どうなるかというところを見ていきたいと思ってます。で4つ目、ファイザーが子どもに対して COVID-19 のワクチンテスト開始ということで、まあ、これもいいニュースですよね。えーこ 大人だけ打っても、やっぱり子どもにリスクがある上では、なかなか経済活動ってうまくいかないと思うんですけども、まあ、ここがうまくいってくれれば、えー、どん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 接種できる人が増えるということなので、えー、うまくいってほしいなと思っています。 でこれもいつも通り、ナスダ君のチャートを見ていきますと、昨日はプラスの0.12%だったので、2月12日の高値まで上昇するには、プラスの8.6%必要ということで、これがですね、できるだけ早く盛り返してくれると、先行きが明るいかなというふうに感じています。で個別銘柄の方を見ていきますと、まずはリカバリメー銘柄からチェックしていきます。 一番上がユナイテッド航空ですね。でこちらがプラスの4.12%ということで、まあ、よりこれも厳しかったんですけども、えー、昨日の発言やお昨といのところで動き非常に悪かったんですけども、どうにかプラス圏内で終わったので、これはまた需要が戻ってくる可能性あるなというふうに感じていますで。左下、同じくですね需要が悪化していたカーニバル、えー、クルーズグメーカーですね。でこちらの方もプラスの4.02%、一時6%ぐらいまでいったので、えー、これも 需要がだいぶ回復してきたかなと思っています。で、右下、レジス。これもですね、だん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 下がってたんですけども、プラスの5.21%ということで、これも非常に良かったです。どっちかというとエネルギーが少し調子悪いんですけども、それに対してリカバリー銘柄は上がってくれているので、そのうち上がってくるかなというふうに感じています。で、いつも通りですね、絶対に書いて3銘柄第2弾で紹介したハイテク銘柄、フォローしていきます。 1一つ目は NC のシンボル NCNO。こちらはですね、昨日、えー、プラス圏内に行ったこともあったんですけども、最終的にはマイナス1.98%ということで、まあ、最大マイナス5%ぐらいあったので、それに比べたら、えー、だいぶ戻ってきたかなというふうに感じていますで。決算がですね、えー、いつも紹介している通り、3月31日にありますので、えー、そこを注目しています。えー、ちょっと細かい話、今回させていただくと、えー、NC の時代ですね、売上を分割して、えー、まだ 計上してない利益とかを3年間に分けて分割しているとかありますので、決算自体はですね、大きく悪くなるっていう可能性は結構低いかなというふうに思っていて、来週の決算は非常に楽しみにしています。2つ目、ドキサインシンボル DOCU。こちらはですね、プラス圏内で終わることができました。ギリギリ200のところをキープできた状態です。プラスの0.92%ということで、まあ、ここもですね、そこに近かったんですけども、どうにか切り返してくれればいいなというふうに感じてます。 で3つ目、クラウドストライクシンボル CRWD ですねで。こちらはです、ね、マイナスということで100、えー、マイナスの1.34%で終了となりました。えー、これはです、ねえー、以前の底値を下回る形になってきたので、まあ、もう少し割れていく可能性あるかなとは思うんですけども、非常に決算に良かった銘柄ですので、リカバリー銘柄上がって、これ以上上がらないなという場面に来たら、クラウドストライクに乗り換えも検討している状態です。 で、今後の投資戦略ですね。こちらの方を見ていきます。1、昨日の相場反発で最悪の状況回避。本日の相場に注目ということで、個人的な今週のシナリオとしては、月火水、うまく上がってくれてもよかったんですけども、だ分ぶん少しずつ下がっていくと予想してました。で逆に、木金で回復してくれれば、そこで来週、月火水ですね。月末は結構、 でいいか悪いか、はっきりする傾向が強い気がしますので、そこで下落に耐えられるような上昇を、昨日と今日で行ってくれれば、株式市場も少し落ち着き取り戻すかなというふうに考えているので、昨日よりがちょっとマイナスだったんで、これはまだしばらく危ないかなと思ったんですけれども、うまく反発した影響で、来週の下落も耐えられる可能性が出てきたかなということで、本日1%ぐらい上がってくれれば、来週の月曜日が、 水曜日にかけて悪かったとしても、えー、乗り越えていけるんじゃないかなと思っていますで逆に今日マイナスだった場合は来週の頭から上がってくれないと、えー、どうなっていくのかなっていうふうにちょっと心配が多くなっていく感じになっています 2つ目、リカバリー銘柄反発開始、ハイテクリカバリー銘柄の同時上昇が相場上昇の鍵ということで、この意見は個人的には一貫しているつもりなんですけれども、なかなかリカバリーもです、ね、いろんな海外旅行難しい問題とか、浮上してきて、需要的には少し下がってきたんですけれども、ハイテク銘柄も PR、近隣の上昇によって、なかなか需要が減っていたところあります。でどっちもですねもう情報としては 出尽くしたかなといいう,うに考えていますですので、両方出尽くして下がったところになりますので、どちらも狙ってた方々が資金投入できる環境が出てきていると思いますので、まあ、そこでどれだけ資金が入るか、その資金が入ったら、資金が終わるまで上昇を続ける傾向があると思いますので、2つとも同時上昇するというのが相場上昇の鍵かなというふうに考えています。で3つ目、やや続きの姿勢を継続。ハイテク買い 少し始めてもよさそうということで、まょ、あ、うと、えー、昨日ですね、会、え、話、ー、の一つかもしれないと思ったんですけども、えー、逆にです、ね、来週月曜日からの動きが読めないところありますので、まあ、少しずつ買っていくのがいいんじゃないかなと思っています。で逆に来週の月曜日が下げるようでしたら、そこからが本当の会話かもしれませんし、まあ、どうなるか分からないんですけども、まあ、個人的にはです、ね、今は買うのは少しにして、ぐっとこらえている状態です。 まあ、あの皆さん、それぞれスタイルがあると思いますので、まあ、どこかのタイミングで買わなければいけないと思いますので、えー、ぜひあの、自分なりのご意見を持って、えー、買運に走れたらいいかなと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。えー、ぜひこの動画、役に立った、良かったと思う方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また、ブログとツイッターもですね、毎日別の情報を発信していますので、ぜひそちらの方もフォローください。それでは、しじろうでした。